とはこちらがこれカプラを簡単に取りますので、カプラを外してもらって、これがここにこうやってついてましたので、これも外して、これ時計の方向に回りますので外して、水が溜まってた場合は抜いてみましょう。今も水を抜いてしまいましたので、きちっと締めてもらって、線がよじれてないかを確認して、この黒いのカチャッとここにはめて、このカプラをここに普通に、ちょっと刺していただければ、この水抜きは込んで OK です。今オイルを、うわ、また容器出てきとる。ちょっと受けてくれる、これ。受ける、うん、布外すで、その下へ置いて、布の下にそれを受けてくれる。いいよ。